Thank you. ありがとうございます、えー、日本語ですみませんそれではですねご当地グルメマップを作ろうというタイトルで発表しますよろしくお願いしますちょっとマイク取ります、はい 本日の資料はですね、すでに公開されています。あの、SNS でですね、公開してます。あの、今日のバイコンのハッシュタグでもありますので、ぜひ見てください。えー、スライドと、あとは、あの今日これから説明する GitHub、コードのですね、GitHub リポジトリもあります。えー、見てください。今日本当セッション、これで終わりなんで、皆さん、ゆっくり聞いてもらえたらと思います。えーで、また、あの、確認したい方はぜひですね、こちら見てください。あと、GitHub のスターください。はい、<laughs> ということでですね、えー、自己紹介です。 私、佐野宏と申します、えー。今日は静岡から来まして、えー、本職はですね、株式会社佐野設計事務所という、えー、機械系の設計事務所をやっております。で、えー、もう一つ、あのー、静岡のですね、p y パイソンのカンパ、あのー、コミュニティもやってまして、えー、パイコン n ニ静岡や、あとは、えー、パイソンスルガをですね、主にスタッフとしてやってます。 ちょっとだけ弊社の紹介させてください。株式会社さんの設計事務所はですね、機械系の、まあ、自動車のプレスカーの方なんですが、そういう機械のですね、設計をやっております。そういう事務所です。3D キャドを使ってですね、設計するとか、あとはあの自動車関係に限らずですね、製品の 3D モデリングとかもやっております。 でこういった 3D データはです、ね、実はデジタルデータでもありますのでこういったデータを使ってですね、業務の改善なんかに Python とかあとはクラウドサービスなどを使ってですね、やっております。なので製造業の分野なんですけどデジタル化もやってますのでぜひです、ね、こういうの興味あるとかすでにやってるよという方がいらっしゃいましたらぜひこの後のパーティーで,ですね、意見交換できたらなと思います。はい でもちろんあの先ほど言った静岡のパイソンコミュニティも、えー、スタッフとして来てますのでちょうどですねパーティーでぜひ声かけていただけたらと思いますはいセンド終わりということですね本日の目次になります以下の流れで進めていきますじゃあまずですねトークのモチベーションになります、えー、ご当地グルメマップの情報収集してマップを作りましょうという、えー、ものですご当地グルメですねちなみに B 級グルメと言いまして。 日本の方だったら馴染み深いのかなと思います。で、えー、今回はとあるご当地グルメをですね例にしています、えー。もう一つなんですけど、えー、パイキャンプを終えた方に対してデータを集めて作って、それで利用するっていうですねその流れを元にプログラムのですね実装プロセスを学べるようなあのー、トークになります。えー、今日ですねトークとして話すことはトークのこのお題を Python で実装するという過程です。 で話さないことは逆にあの、Python の基礎とか文法の解説になります。でところで、PyCamp とは何ですかと、はい、ちょっと説明します。はいえー、PythonBootCamp という、ですね、えー、今日もですねポスターあの出ておりました、あのそういう、えー、日本全国で開催されている Python の、えー、チュートリアルイベントになります。 でこちらはですね半日で、えー、Python の基礎を学んで,で簡単なプログラムを作るのが、えー、メインのこうイベントでですねこの左にある専用のテキストですねこれ無料で公開されているんですけどこちらをもとにです、ね、講師の方やあとは TA の方がサポートしてくれるあの参加者はです、ね、これあの右の方が静岡の3回目なんですけどあの参加者の方はです、ね、あの真剣に取り組んで,でこの後と懇親会でこうあの交流を深めるみたいなこともできます。 でこのトークはですね、パイキャンプを終えた方に対してあの、まあえー、チュートリアルやりました。で、次になんかチャレンジできるようなコンテンツって何かなというふうにちょっと考えてみて、今日はちょっとそれをあの目指して作ってみました。はい、ということで、えー、本日の本題、ご当地グルメなんですけど、はい、こちらを扱います。皆さんわかりますかね 静岡の方ははかるるととと思いいまます、ねはいあうん、ってますすねありがとうごございます、はい、<laughs> こちらはです、ね、藤宮焼きそばと呼ば呼れるご当地グルメです、えー、主にです、ねえー、静岡県の富士宮市、あの富士山のふもとにあります、この辺り,、はい、この辺りで食べられる、あのーね、普及していますが、ね、ご当地グルメになります。 で、えー、まあローカルフードなんですけど、あの B1 グランプリ、あの B 級グルメのですね、あの日本で開催されているグランプリの伝道入りとか、あとは、まあ最近ニューヨークでですね、開催されたようなこう、あのグランプリでも優勝するとか、あの海外進出とも結構頑張って落としているような、えー、ご当地グルメです。はい。ということで皆さん富士宮ミヤクも見ましたね。美味しそうですよね。美味しそう。はい、いいですよね。はい。ちょっとそう食べたくなったんじゃないんでしょうか。 はいこのあとちょっとパーティーもあるんで、えー、お腹空すいたんじゃないかなと思ってちょっと上げてみたんですけど、えー、お腹空すきましたかね皆さん。<笑><笑>ということで、あのー、こちらですね、あのー、そのお腹空すいたなっていうのをです、ね、モチベーションにして藤士宮きそばも作っていきましょうということでやりたいと思います。はいはい、ということで、えー、本日のトークですねこういう流れで以下の流れで進めていきます。 でこれですねあのもうちょっと抽象的に言い直すと、まあ、3つのポイントとしてこれからお伝えしていきます、はい。どこからデータを取り出すか、どんなデータを作るか、どこへデータを渡すかという形です。まず最初にですねどこからデータを取り出すかなんですが、今回はです、ね、ウェブスクレーピングという方法で取り出していく、あのお店の情報をです、ね、集めていくことにします。はい、はいで ウェブスクリーピングですね、Python の,スクリプあのライブラリーは今回2つ、えー、紹介してます。えー、ただです、ね、まあ、これリクエストストビューティフルスープというあの、まあ、よく言われる使われるようなライブラリーなんですが、こちらはですね、まあ、PyCamp のです、ねえー、テキストにもこう終盤で紹介されているライブラリーになるので、あの今回はちょっと紹介説明省いております。はい でではですねまずそのご当地グルメの情報ってまずどこにあるかという話なんですけど、まあ、ポイントとしてはま,あまず地域情報を収集するというところで、えー、まあそういった地域のですね観光情報とかをこう探って見て見いきますすそうすると、あのー、まあ市役所とかあとはえ観光協会のウェブサイトでも紹介されていることがあるんですが、えー、もう1つご当地グルメのですね公式サイトもえ有名なところだったら結構あったりします。 でそのポイントのもう一つなんですけど、そこの情報が機械化得できるか、機械化毒性があるかというところになります。大体がですねこういう情報、実は紙ベースが多かったりします。あのいわゆる観光パンフレットとか、ポスターにこう住所が載っているとか、そういう形です。はいまあ、今回の宇都宮焼きそば、ですね、えー、ちゃんと実は公式サイトがありまして、あのちょっとまあちっちゃくて見づらいかもしれないですみません。はいあの あとスマホのレイアウトなんですけど、ここにですねお店の一覧のまあページがあって、このお店のこの何て言うのかな、そのブロックからですねリンクが貼られている先がこちらのお店の詳細のところになります。ここ通認になった形で HTML の構造も表示しているので、こちらを見ながらですねどんな形でこう収集するかというのを少し説明していきます。 まずですねえとざっくりですねお店の情報を収集するという形でえこちら、通院になっている形でコードも紹介しています。見,見えないですよね、A タグ、ここ A タグなんですけどこれはい A タグなんですけどえこの A タグのですねお店がこう並んでいるのでまずこれを収集する形にします。一番大事なのはこのコードの部分ですね、ここの部分になります、は。い でこれを実行すると,ですねえとお店の情報が収集できるんですがえさらにですねここの今回、リンクが少し欲しいです。ここからあのお店の詳細情報がまた見れるのでこのリンクの URL と、あとまあここではですね店名を収集しています。ここに店名ありますね。収集したデータはどんな形で Python でこうあの集めているのか。 ですかね使おうとしているかというと、ここであのファイソンの辞書型をですね作っています。で、この中にこうあの辞書、それぞれ言われると、点名を入れて、お店、これが一つの単体に一応しておいて、その後ですねあのお店それぞれはこうリストの中にまとめているような形ですね、このあたり。ちょっと待ってくださいね。 こうするとこんな形で詳細 URL と店名が詰まったような形になります。いい感じですね。はいえー、次ですね、先ほどの,そのこの詳細の URL ですね、こちらの URL を使って、えー、さらにお店の細かい情報を取っていきます。はい、これを見づらいですね。こうしようかな。はいはい、こんな形です。はい、これはあのこの項目のせ、この項目のそれぞれのえ項目名と、あとはその情報が通りになっている形になっていますので、 この Python の行動でいうと、ちょうどこの辺り、この辺りがえ対応しているかなという形です。同じようにですね、辞書型でこうまあデータをまとめて、さらにあの先ほどの,の URL と点名がある辞書の中にですねこう更新をかけているようなこう形になります。選択できなかったか。はい、いいですね。はい,い,い,ですねはいで えっとで最終的に今ここでできるデータはこんな形になります。い,いい感じでね。はいですね。ここまでえ話していてちょっとだけ注意点なんですけどえまあ今回、ウェブスクレーピングをここで使っているのでまあちょっと注意が必要ですって話だけ少しします。短時間でですね多数のアクセスしないように。 注意しましょうということが1つと、あとはあのサイトにです、ね、利用規約やこうポリシーがある場合は、あの必ずそれを守りましょうということです。あのダメと書いてあったら基本的にダメということで、えー、それは諦めてくださいということです。はい、でまあ短時間多数アクセスをまあしないようにする1つの方法としては、まあ、ランダムでこう時間をですね待機入れるみたいなこともあるんですけど。 えーまあ、こんな形でですね、えー、少しこう関数を作ってみてアクセスした後データを収集した後に、こに間に挟んで,で次のループに行くとかっていう形を取るとい、まあ、く分かはいいんじゃないかなという形でです、まあ、あくまでこれは例です。 じゃあ次にですねどういう形であのデータを作るかという話です。今データ作ったじゃんという話なんですけどあのまあここではでお店の情報を収集しました。でお店の情報を収集して次にあのどういうデータを作るかでこれまあ今回最後のですね3番でちょっと利用するために今回ファイルという形にしています。でここでですねまあどういうファイルのフォーマットにしようかという話なんですがまあ今回はちょっと最後の3で使う サービスのです、ね、都合もあるので CSV ファイルを選んでいます、はい、他にもいろいろありますねあの特にこういう地理系のデータでもあるので他にもいろいろ選択肢はありますが今回は CSV ファイルです、はい、で CSV ファイルは Python の標準、えー、ライブラリですね、えー、同梱されていますのでこちらをですねまあインボートして使うということもできます、はい、これあのこ,のこのあれですねコードの 形はですね、よくあるあの何て言いますかね、パターンになってますので、まあぜひ覚えていただけたらと思っています。はい、この CSV ライブラリですね、DictWriter というクラス、ま機能をですね使うと、まリストのこう中にある辞書の構造ですね、こうデータとしてこう CSV ファイルに書き出しやすいです。 でできた csv ファイルがこんな形です。はい、公テキストで表示されているのも一つと、あとはこう表計算ソフトで見るとこんな形でちゃんと表になってます。はい、これそれぞれ列がそのお店のあのあれですね。細かい情報とあとはこう行がですね。お店のあのそれぞれの範囲、はい、になります。 とということで最後に、えー、3です、どこへデータを渡すかなんですが、今回はあの旅行中で使いたいという、まあ、あのごとしグルメです、ね、こう回りたいなというのもあるので、えーまあ、巨人の方に乗ると書いてありますけど、Google マイマップというのを使います。はいえー、Google マイマップはですねあの Google マップのを上でですねオリジナルマップを作成できる、えー、サービスです。 えスマホ版のですね Google マップアプリでも読み込むことができますのでまあこちらを今回は最後に紹介していきます。といっても Python のコード出てこないです。<laughs> これはあのまあちょっと地図の最後の作り方をちょっと説明していきますがまあ最初に新しい地図をここで作成してでそこから CSV ファイルですねこの新しいレイヤーまあ新規レイヤーって書いてあるこの部分にあるインポートするリンクからですねインポートしていきます。 ちょっと見づらいか。はい。こんな形。はい。でそうするとですね、あの先ほどこう読み込んだ CSV ファイルの,あの列がですね、列名がこう出てくるんですね。で、最初は、えー、このピンを打つところの住所、情報が必要なので、えー、まずここではまああの順当に住所をですね、選んでいます。はい。で、次に、えー、このマーカーのタイトル。 えこの住所の,ですねまああの会員情報的なものをですねここで指定してくださいということなのでまあここでお店の店名ですねをここで選択しています。そうするとこんな形ですねえー若干ちょっと色がかぶってるんで分かりづらいかもしれないですけどきれいにマッピングされることができました。こういう感じですね、ここのことか、こことか。こ,ここにあの先ほどの店名のですね一覧が載っている形になります。 でこれ、スマホでこういう形で見ることもできます。これ、全部集めたマップがこんな形になるんですけど、ああスマホだってね、あれですね、ナビを使ってこう歩きで使ったり、車で使ったりもできますね。非常に便利になります。いいですね。今回はまああのー Google マイマップ使う例という形で紹介したんですけど、その他にもいろんなサービスがあります。あくまで今日の あのあれですね。こうデータを作るといろんなサービスを連携できるという趣旨で一つの例として紹介したんですが、他にもいろんなサービスありますので、まあそれぞれの特徴とかですね。見ていただいて使いやすいものを探していただけたらと思います。はい、時間をちなみにまたいっかはい。じゃあトークのまとめです。はい、今日はですね。こういう3つのポイントでですねご当地グルメマップを作ろうということでですね。ちょっと紹介していきました。 でここの3つのポイントをなぜこういう形で挙げたかと言いますと、えー、ちょっと今日言いたいかなと思ったことはですねこのプログラミングで最も行われる行為なんじゃないかなと思ってこう挙げさせてもらいましたあのプログラミングするときにはですねこうデータの流れを意識するといいんじゃないかなというのがき、まあ、今日ちょっとお話ししたかったことになりますはい でこちらはです、ね、こうやってあの現実の課題をです、ねえー、この3つのポイントで、えー、分けてみると、まあ、一応一例ですけどこんな形で分けれるんじゃないかなというふうに思います。でここの右側ですねがその課題の解決の、まあ、技術的な方法とかにもなるかなと思うんですけど。 このですねデータのこう流れをですねこう意識していろいろ選択するとですねこう作りたいプログラムをですねこういう形で組み合わせてあの流れとしてこう理解しやすいんじゃないかなと思ってこういう方法いいんじゃないかなと思って今日はちょっと紹介してみました。はい 最後、です、はい。最後伝えたいことですけど、まあ、こういう形で、ですね、初学者向け、まあ、チュートリアルとか、ですね、PyCamp のこうチュートリアルで学ばれた方とか、まあ、今も Python の基礎をですね、学ばれている方の一歩先で、ですね、ご当地グルメマップ、まあ、こういったデータを作ってですね、活用するということをぜひお勧めです。はい、ただ、まあ、やはりあのプログラミングを始めた方はです、ね、どういうことをやりたいかなという,ふうに思われた方。

OK あ。ありがとうございました。えっと、あのビューティフルスープで ATML をスク,のスクレーピングショーを映せますかあれあ、はい、あビューティフルスープで ATML を解析先にするスライド映せますか、はい、あはいはい。ちょっと待ってください、ね。 この辺りでいいいでですすかそうつも個人的にはビューティフルス,スープとかこういうい ATM のタグを探すのが本当にしんどくてつらくてスクレーピング、ま、確かに便利なんだけど辛いんだよなってなってどうやって。あの あ乗り越えていったのかなっていうとですね確かに、初学者向けと言いながらこれはね、って話ですね、はい。こちらですね、あのまあビューティフルスープの機能としては、こうあのなんていうんですかねこう、HTML のタグとか、あとはここのクラスがあると思うんですけど、こちらをあの、まあ、それぞれ指定するという方法が一つかなというふうに思います。 はいあのーまあ、残念ながら、ウェブスクレーピング、こういう難しさはあるのであの、深いことをやればやるほど大変になるのかなというのは、私も承知してまして、はい、ただ、ざっくり、ここの、まあ、タグだけ狙い撃ちしたいというときに、ね、エクスパスを使うとか、まあ、そういう方法もあるんですが、さすがに、まああのー、結構また深い話になってしまうので <laughs>、はい、まあ今日はこういう形で、はい、少し、あまりここで説明もしてなかったので、ありがとうございます、取り上げていただいて。はい The time is up. We'll have to end here. Thank you very much, Hiroshi Shano, for this talk. Everybody, please give a huge round of applause to our last speaker.